今回の問題、スパニングツリーのステータス状態遷移とデフォルトのタイマー時間を答えてください。まずブロッキングから始まって次のステータスは何、次のステータスは何、各タイマーの時間はデフォルトで最大エイジタイマーが何秒、配送遅延タイマーが何秒、考えてみてください。そして状態が安定して通信可能になる状態のことを何々と言いますが、何々にかかる時間は間接的な障害の場合は約何秒、直接的な障害の場合は約何秒必要になります。当てはまる言葉を考えてみてください。それでは答えの発表です。スパニングツリーのステータス状態遷移はブロッキングから始まってリスニング、ラーニングを得てブロッキングかフォワーディングに変わります。各デフォルトのタイマーの時間は最大エイジタイマーが20秒、配送遅延タイマーがそれぞれ15秒になっています。状態が安定して通信可能になる状態のことをコンバージェンスと言います。コンバージェンスにかかる時間は間接的な障害の場合は約50秒、直接的な障害の場合は約30秒必要になります。お世話になっております、マサルです。今回はスパニングツリーのポートステータスをテーマに一緒に勉強していきます。スパニングツリーでは障害発生時に自動的に経路を切り替えることで信頼性を高めることができます。経路を切り替えるためには各ポートの役割を変える必要があります。各ポートはどのようにして自分の役割を判断して経路を切り替えているのでしょうか。切り替わる仕組みを理解するためにはスパニングツリーのポートステータスを学習しておく必要があります。今回はどんなステータスがどんな動作をしているのか一緒に勉強していきます。それでは始めていきましょう。まずこちらをご覧ください。スパニングツリーのポートステータスは全てで5種類あります。ディセーブル、ブロッキング、リスニング、ラーニング、フォワーディングです。それぞれの役割はここに書いていますが、文章だけ読んでも伝わりにくいと思うので、後から詳しくパケットトレーサーを使ってそれぞれのステータスの意味を説明していきます。今はステータスが5種類あることと、これらのステータスはタイマーの時間によって状態が遷移していくことを頭の片隅に入れておいてください。この5種類がどのようなステータスになっているのか、タイマーがどのように関係してくるのか分かるようになるのが今回の動画のゴールです。それでは始めていきます。今回はこちらの構成で障害が発生した時にどのようにして経路が切り替わるのか、ポートステータスに注目しながら学習していきます。まずこの状態で各ポートのステータスは、このポートがブロッキング、残りのポートがフォワーディングの状態です。ステータスがブロッキングの時は BPDU を受信しますが、データフレームを転送しない状態です。初期状態のポートや非指定ポートがステータスブロッキングになります。ステータスがフォワーディングの時はデータ転送が可能な状態です。ルートポートや指定ポートはステータスがフォワーディングになります。この構成図のように各ポートがフォワーディングもしくはブロッキングになっている状態、安定して通信できている状態をコンバージェンスと言います。ではこのコンバージェンスしている状態でスパニングツリーはどのような通信を行っているのか、まずはパケットトレーサーを使って見てみたいと思います。それではコンバージェンスしている時にどのような通信が発生しているのか見てみましょう。まずはシミュレーションモードを起動してフィルターがスパニングツリーだけになっていることを確認してください。この状態で時間を進めると、こちらがルートブリッジですが、ルートブリッジがスパニングツリー関係のデータを送信していることがわかります。これは BPDU のメッセージで、2秒ごとにルートブリッジが BPDU を送信しています。一度 BPDU を送ったらまたその2秒後にルートブリッジが同じように BPDU を送っていきます。このようにルートブリッジは繰り返し BPDU を送っていますね。今見ていただいたようにコンバージェンスしている状態だと、ルートブリッジが BPDU を配下のスイッチに送っています。 BPDU はハロータイマーで設定している秒数に従って送信されます。デフォルトでは2秒になっています。この BPDU を受け取ることで各スイッチは現在のネットワーク構成を把握することができます。注目してほしいのはこのブロッキング状態のポートですね。 BPDU がルートブリッジから送られてきたときに BPDU を受信して現在のネットワーク構成を把握することができるというところはしっかり覚えておきましょう。ブロッキングポートも BPDU を受け取ります。それではコンバージェンスしている状態の通信を見てもらいましたので、次に障害を発生させて経路が切り替わるときにどのようなステータスに変わっていくのか一緒に見ていきます。
まず最初に行うのは直接的な障害といわれる障害試験を行ってみたいと思います。直接的な障害というのはブロッキング状態のステータスを持っているスイッチに直接影響のある範囲で障害が起きた時に直接的な障害と言われます。これからの障害試験は時間の流れを見てほしいのでシミュレーションモードを一度リアルタイムモードに戻しておきます。ではまずは事前にスイッチ4のポートステータスを確認します。イネーブルで特権モードになって小スパニングツリーでスパニングツリーの状態を確認してください。こちらに書いているのが各ポートのステータスの情報です。 FA0-1 がブロッキング状態になっていて FA0-2、FA0-3 はそれぞれフォワーディング状態になっていることがわかります。ではこの状態でこちらのリンクを削除してみたいと思います。リンクを削除したときにスパニングツリーの機能が働いて冗長経路に切り替えて通信できるようになるんですが、経路が切り替わるまでにどのようにステータスが変わっていくのか、そして何秒間かかって経路が切り替わるのかにも注目しておいてください。ではこちらのリンクを削除したいと思います。リンクを削除します。このまま時間の経過の流れも見ておいてください。リンクを削除して10秒ほど経った時にはリスニングとフォワーディングに移動していますね。15秒経過した後にもう一度見てみましょう。するとラーニングとフォワーディングに変わっています。障害が発生して30秒程度経ちました。この状態で状態を見るとフォワーディング、フォワーディングになっていて、こちらのポートが使えるようになり冗長経路に経路が切り替わっていることが分かりました。まず障害が発生した時の動きを確認していきます。こちらのスイッチは今までフォワーディングで使っていたポートの障害を検知し、ブロッキングしていたポートをすぐにリスニングのステータスに変更させました。ここのポートのステータスがブロッキングのステータスからすぐにリスニングのステータスに変えたということです。リスニングの状態というのは BPDU を送受信して各ポートの役割を決めている状態です。この状態で配送遅延タイマーに設定されている15秒間待機します。15秒待つ理由はルートブリッジからの BPDU が全体に届くのを待つ時間です。スイッチ4は自分の経路で障害が発生したことをルートブリッジに伝えて、ルートブリッジから BPDU で全体に障害発生が伝わることになります。その際ルートブリッジから遠い場所にあるスイッチだと新しい経路情報を含んだ BPDU がすぐには届かない可能性があります。全体に BPDU が届くのを待つために配送遅延タイマーで設定している時間15秒間待機します。15秒の間に BPDU の情報が全てのスイッチに行き渡ったら、その情報をもとに各スイッチが各スイッチのポートをルートポート、指定ポート、非指定ポートなどの役割を決めていきます。配送遅延タイマーで設定している15秒間が経過したら、次はラーニングのステータスに移行します。ラーニングの状態では BPDU を送受信して MAC アドレステーブルを学習している状態です。なおこの前のステータス、リスニングのステータスの段階で非指定ポートとして役割が決まったポートはラーニングのステータスで MAC アドレスを学習する必要がないので、すぐにブロッキング状態へ移行します。非指定ポート以外のポートは今までの経路用に作っていた MAC アドレステーブルの情報を新しい経路の MAC アドレステーブルに作り替える必要があります。MAC アドレステーブルの学習にも一定の時間がかかるので、配送遅延タイマーで設定している時間の分待機をして MAC アドレステーブルを学習します。ラーニング状態で MAC アドレステーブルを学習して配送遅延タイマー分15秒間待機したら、次はフォワーディングに移行します。フォワーディングはデータ転送が可能な状態です。ルートポートや指定ポートが当てはまります。このような流れで経路を切り替えることができています。どのようにステータスが変わっていったのか整理しておきましょう。今回の構成では障害が発生した時にすぐに非指定ポートを持つスイッチが障害を検知することができたので、ブロッキング状態からすぐにリスニング状態にポートステータスを移行させて BPDU を送受信しポートの役割を決め出しました。ポートの役割が決まったら非指定ポートはすぐにブロッキングのステータスに移動し、それ以外の役割のポートはラーニング状態で BPDU を送受信して MAC アドレステーブルを学習します。 MAC アドレステーブルが学習できたらフォワーディングにステータスを変更させてデータ転送が可能な状態になりコンバージェンスすることができます。では次に間接的な障害と言われるパターンで見てみたいと思います。先ほどは直接的な障害と言われるブロッキングのステータスを持っているスイッチに直接影響する障害を発生させてみました。次は間接的な障害と言われるパターンを見ていきます。ブロッキングステータスを持っているスイッチに直接つながっていない、こちらのリンクを次は削除してみたいと思います。
では、先ほどと同じようにまずは障害が発生する前のステータスの状態から見ておきましょう。 FA0 スラ1がブロッキング、 FA0 スラ2、 FA0 スラ3はフォワーディングになっています。では間接的な障害を発生させます。こちらのリンクを削除します。障害が発生しました。この状態でスイッチ4のステータスの状態を確認してみましょう。今はブロッキング、フォワーディング、フォワーディングになっていて、最初の状態と特に変わりがない状態です。この状態で30秒経過した時にもう一度状態を見てみましょう。30秒経過しました。もう一度スパニングツリーの状態を見ると、ブロッキングポートがリスニングに変わっています。この状態で15秒経過したらもう一度状態を見てみましょう。15秒経過しました。ショースパニングツリーで状態を見ると、リスニングからラーニングに変わっています。50秒経過したタイミングで FA0 スラ1はフォワーディングに変わっており、冗長経路に切り替わっていることが確認できました。このように間接的な障害と言われる場合は、コンバージェンスするまでに50秒かかってしまいます。どうして50秒かかるのか、次の図をご覧ください。今見ていただいた間接的な障害と言われる障害の場合は、コンバージェンスするのに50秒かかりました。最初に見た直接的な障害の場合は、ブロッキングのステータスを持っているポートのスイッチが障害をすぐに検知することができ、ブロッキングのステータスをリスニングのステータスに変更することができましたが、今回の間接的な障害では、こちらのスイッチのフォワーディングしているリンクがダウンしたわけではないので、障害が発生したとすぐに判断することができませんでした。ただこちらのポートから受け取っていたルートブリッジからの BPDU が受信できなくなっているので、障害が発生している可能性はあります。そこで最大エイジタイマー分の時間を待機します。最大エイジタイマーはデフォルトで20秒が設定されています。20秒待機しても送られてきていたルートブリッジからの BPDU が送られてこない場合は、ブロッキングステータスをリスニングに変更させて、それ以降は先ほどと同じ流れでコンバージェンスに向かって処理をします。間接的な障害の時は、ブロッキングからリスニングへステータスを変更させる時に最大エイジタイマー分20秒が追加されるので、コンバージェンスするまでに50秒時間がかかります。このように障害が発生する箇所によってコンバージェンスする時間が違うというところはしっかり押さえておきましょう。それでは最後に今回の学習内容をまとめていきます。今回はスパニングツリーのステータス状態遷移とデフォルトのタイマー時間、そしてコンバージェンスにかかる時間に注目して一緒に勉強しました。スパニングツリーのステータス状態遷移は、ブロッキングから始まってリスニング、ラーニング、その後にブロッキングもしくはフォワーディングに変わっていきます。各タイマーのデフォルトの時間は、最大エイジタイマーが20秒、配送遅延タイマーは15秒です。状態が安定して通信可能になる状態のことをコンバージェンスと言います。コンバージェンスにかかる時間は、間接的な障害の場合は約50秒、直接的な障害の場合は約30秒必要です。このようなステータスの状態遷移やコンバージェンスという言葉、コンバージェンスにかかる時間は試験でもよく出題される部分なので、しっかり覚えておきましょう。それでは今回の動画は以上です。もしよければ今回説明しきれなかった部分をおまけトークで話してますので、最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それではおまけトークです。本編の流れで説明しきれなかった部分をおまけトークでお話しさせてください。ポートステータスの中で実は一つ説明できていなかったものがあります。それがディセーブルです。ディセーブルはポートがシャットダウンしている状態や障害が発生している状態です。ディセーブルは特に状態遷移には関わってこないので、一応ディセーブルというステータスがあることは知っておきましょう。あとはどうして初期状態のポートがブロッキングステータスから始まるのか、ここもしっかり覚えておくといいと思います。単純に考えれば、接続してすぐに通信できた方が良いので、初期状態はフォワーディングの方が良さそうと考える人もいると思います。しかし、どうしてブロッキングのステータスから始めるのかというと、もしスイッチがネットワークに接続されたタイミングでループ構成ができてしまった場合、ポートの初期状態がフォワーディングだとブロードキャストストームが発生してしまう可能性があります。なので初期状態ではブロッキングステータスから始まる、スイッチ間で BPDU を送受信し合ってネットワークの構成を把握して自分の役割を判断してからフォワーディングにステータスを変えて通信ができるようになっています。このような仕様からわかるように、ループが発生しないように注意して設計されています。昔の職場の話ですが、
業務ネットワークでループを発生させてしまった人がいました。ループ発生後、報告書作成の日々が続き、改善対策の会議が続き、研修を何度も何度も受けさせられ、現場復帰するまでにはかなりの時間がかかっていました。ループ怖いですよね。皆さんも十分に気をつけてください。それではおまけトークまで聞いていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。